日米両政府が11月上旬で調整しているトランプ米大統領の来日に合わせて、安倍晋三首相とトランプ氏がゴルフを行う方向で調整していることが13日、分かった。政府関係者が明らかにした。両首脳がゴルフを共にするのは2月以来。日米両国の緊密な関係を内外にアピールする狙いがある。ゴルフは関東の名門コースでのプレーを想定しており、日本人プロも一緒にラウンドする方向で調整している。米ツアーで活躍する松山英樹選手や日本ゴルフツアー機構の青木功会長の名前が挙がっている。トランプ氏の来日をめぐっては、9月8から10日に日本で初めて開催されたゴルフマイシニアツアー PGA ツアーチャンピオンズに合わせて日本政府が米側に打診していた。しかし北朝鮮が9日の建国記念日に合わせて挑発行動に出る可能性があったことから、9月の来日は見送られた。両首脳は2月に安倍首相が訪米した際、米南部フロリダ州パームビーチのゴルフ場2カ所で計27ホールを回った。このうち18ホールはトランプ氏の知人で南アフリカ出身のプロゴルファーアーニー・エルス氏らも一緒にラウンドしている。トランプ氏来日時のゴルフはこの返礼の意味もある。両首脳はトランプ氏の大統領就任前の昨年11月にニューヨークで初めて会談した際、安倍首相がゴルフクラブ、トランプ氏がゴルフウェアをプレゼントした。今年5月にイタリアで会談した際には、安倍首相が残念なのは今回はゴルフができないことだと述べるなど、ゴルフは両首脳の共通の話題となっている。